続いて背面の紐通し、人差し指から小指までの指間隔を調整したい方、もしくはちょっと強度を出したい方なんかは、こんにちは、山本スポーツの山本です。今日はこちら、軟式 IP セレクトフォーダーグラブということは、IP セレクトの軟式のオーダーグローブがいよいよスタートということになります。早速なんですけど、ちょっとオーダーの内容とかも、ちょっとお話をしていきたいなと思います。こちら軟式のオーダーグローブの仕様になるんですけど、軟式のグローブは、生産は海外になります。日本ではありませんのでね。オーダーの内容としては国内の公式向きのタイプと、まあ、内容はほぼほぼ一緒になってきます。じゃあちょっと一つ一つ見ていきましょうかね。基本的な型は軟式の定番モデル、投手用は一つ、内野手は二つ、外野手は一つっていう基本形は四型になります。軟式用になってきますのでね、やはりここは色のこの豊富さ、まあ個人的にはちょっと面白いなというのはやはり水色ですからね。なかなか水色のあるメーカーさんも少ないので、水色を絡めながら色を選んでいくと、まあよりオリジナリティの高いオーダーグローブになるのかなと思います。平裏も同じように黒の、ソフトステアと共側になってきますのでね、まあ、個人的には共側を選んで、やはり色の選択をして、まあ、選ぶのもいいかなと思います。まあ、続いてウェーブですね。まあ、ウェーブの方も国内の工場と形は一緒になります。まあ、ただベースが軟式用になりますのでね、まあ個人的には内野手だとこの5番、まあ一般的なクロスウェーブ、クロスウェーブの方がやはりまあ強度もあって柔軟性もあります。まあよりゴロの処理には安定感があるのかなと思いますね。外野手用に限のウェーブの方は、まあ、大きく分けてクロス系のタイプと網網のタイプになります。まあ、これも個人的のもう好みでは、まあ、この10番のやはりトンボのタイプですね。玉木にはまあ強いっていうことと、型崩れしにくいという特徴もありますんでね。まあ、ウェブに関しては、個々それぞれ好みもありますので、まあ、じっくりとウェブも考えてもらえればなと思います。では、閉じのとこですね。横閉じの、まあ、シングルとダブル。で、縦閉じとあります。まあ、縦閉じっていうのは、まあ、知ってる方も多いとは思いますけど、投手用と外野手用に、まあ、限られてきます。まあ、それは、投手用、外野手用のグローブは、ギュッとボールをしっかり掴む形になりますんだね。縦閉じ、土手の部分がやや厚みがあった方が、ぐっとこう握りやすく、ボールが握りやすくなるという形で、まあ縦閉じがありますよと。まあ一般的に考えれば、横閉じダブルを選択しておいて、片付けに応じて土手紐を抜くっていうのが、まあ一つの、まあ一番オーソドックスな形。まあ、こちらの方でも一つおすすめしている形ですね。続いて、こちらはみ出しの部分です。はみ出しの部分は背面の部分の色になりますので、色をこうしっかりこだわりたいという方は玉はみ、背面部分のところをややちょっと強度を持ちたいという方は切りはみの方が、まあ、おすすめですね。ただ色は黒と白しかありません。縫い糸に関しては、あとヘリ側に関しても、まあ、お好みの色で選んでもらえばいいかなと思います。続いて、紐。
紐の方も色をですね、まあお好みの形で選んでもらえばいいなと思うんですが、まあ本体の色と紐の色とヘリ側の色と、まあ色を決めるところに関しては、まあ3色ぐらいでこう決めて、どの色にしていくのかっていう風に考えていくと、まあバランスがいいかなと思いますね。何色も何色も使うのもいいかもしれないですけど、ちょっと色のごちゃごちゃ感があるので、まあ、バランス的にもちょっと派手かなというグローブになります。続いて IP セレクトのこちらのラベルの取り付けの位置ですね。ベルトの部分と親指部分とあります。まあ、こちらね、親指部分にラベルをつけると後々親指の部分には刺繍は入れれないっていうのが、これ IP セレクトの一つの、まあ、ルールになってます。親指にラベルを入れておいて刺繍を後で選ぶときに、あ、親指には刺繍入れたいなっていうときは、それがちょっと入らないのでね、注意するべきのところです。ラベルのカラーも、まあ、ちょっと国内のものと比べていやいや減りますけど、選択は十数種類あります。あとこちら、IP セレクトの特徴でもあるアンティバッグですね。これがまあアンティバッグを選ぶのか、普通のベルトスタイルを選ぶのか、まあ当然ながらアンティバッグを選ぶとラベルの位置はこちらね、親指側になりますので、まあアンティバッグを選ぶことによって結果刺繍は親指部分には入れないっていうことになってきますのでね、そこを注意してください。続いてこちらオプションのところです。まあ頭周を選んだ方にはね、指カバーこれ取り付けることができます。あと指当てですね。まあこちら人差し指部分を出すところの当て側になってきますので、まあしっかりとこう人差し指を固く安定させたい部分っていうことを希望される方は指当てをつけるのがいいかなと思います。続いて背面の紐通し、まあこちらは通し用もしくは外足用限定になりますので、指間隔、人差し指から小指までの指間隔をまあ、ちょっと調整したい方なんか、もしくはちょっと強度を出したい方なんかはオプションとして加えていいかなと思います。あと外野手の方だけにですけど、小指2本入れ設定もありますので、よりグローブを縦閉じにしたいっていう方なんかは小指のところにやはりしっかり力を入れたいので、人差し指も入れるようにして、まあ小指を2本入れの設定にさしといて縦閉じをしやすくするようなことができています。刺繍に関してもこちらは国内の工場と同じ傾向になりますのでね、まあ影刺繍、縁刺繍もできますが、ちょっとこちら別途料金にはなってきます。料金に関しては店頭のスタッフにちょっと聞いてください。あと軟式用になってきますのでね、まあいろんなカラーリングが14種類の中から選ぶことができるんですけど、こちらにも書いてあるように1色ごとに本体のベースの色がまあ1色増えることによって1500円の加算ということで、まあ、最大4色まで選ぶことができてきます。以上で IP セレクトの軟式オーダーのまあ、説明になりました。こちらの今の内容はお店のホームページの方からも確認はできますのでね、そちらの方を一度参考にしてください。そのホームページの、専用のサイトの方にこちらのオーダー用紙も PDF で貼っておりますので、各パーツの内容とこちらのオーダーの各項目の方をうまく記入して、もしくは選択してもらって、用紙の方をファックスでいただけるか、写真で撮って LINE で送っていただいて、受付っていうことも可能です。いろいろ詳しい内容は、お店の LINE でやり取り、僕との直接のやり取りもできますのでね、まあ、気軽に
質問等をしてください。なおオーダーの発注のちょっと制限もありますので、先着順でオーダーの方を受け付けしていきます。納期の方はおおよそ3、4ヶ月かかってきますのでね、その都度ちょっと確認をしていただけたらと思います。今日はこちらの軟式の IP セーフのオーダーの説明の動画になりました。それでは、当然ながらこちらのね動画のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。